皆さんこんにちは。今日は新年のご挨拶でも約束した通り、自動詞、他動詞を簡単に覚えようというシリーズの第1回です。1回目なのでちょっとだけ説明させてね。どうして自動詞、他動詞をちゃんと覚えてくださいっていうかというと、それは意味があるからなんです。例えば今日のテーマの届けると届く、これはね、一番私の生徒さんの中でも一番間違いの多い自動詞、他動詞です。例えば日本から荷物が届いて、開けてみたらゆきこ先生からのプレゼントでした。これ正しい文章だよね。だけどこれを日本から荷物を届いて、開けたら、この時点で日本人は荷物を届いて、誰が誰にどうしたというふうに思うんです。例えば荷物が届いてと言ったら、言ってる人が受け取ったという理解があります。でも荷物をと言った時点で、あ、こういうふうに行くんだね、物はこういうふうに行くんだねと思っている時に、届いてと言われると、誰が誰にどうした、荷物はこっち行った、こっち来たというふうにわからなくなる。だから自動詞、他動詞はちゃんと覚えてねというのが私のお願いです。どんなに日本語が上手でも、この自動詞、他動詞をごっちゃにすると本当に残念です。もったいないです。だからこれは自動詞です、これは他動詞です、ではなく、ちゃんと覚えよう。日本の子供が、小さい子供が、何々を届ける、何々が届くと何も考えずに言えるように、ただ覚えてしまえばいいんです。この状況は荷物が届く、あるいはもしもし、ピザ食べたいです、ピザをお願いします、はい、わかりました、ピザをお届けします。そしたらピンポーン、ピザが届きました、ピザが届きましたね。届く、ゆきこ先生から荷物が届く、ピザが届く、アマゾンで買ったものが、が届くんです。いいですか。じゃあ、ウォーになったらどうなるかというと、例えば今度は私はピザ屋さんです。ピザ屋の店員さんです。もしもし、はい、ピザのご注文ですね、わかりました、すぐにお届けします。ピザを持ってお客様のもとへ、ピザを届けるになります。を届けるです。いいですか。こういう場合はを届ける、例えば私の気持ちをあなたに届けるいつもこの人たちは気持ちを私に届けてくれます。気持ちを届ける、愛を届けるです。もちろん私も愛を届けますよ。これで基本は分かったかな。自動詞、他動詞関係ない。を届ける。を届ける。を届けるんですよ。を届ける。を届ける。を届ける。ね。これで、を届ける。を届ける。そして、何々が届く。届いた。になります。
この基本を知っていて、今度は定型を使ってみよう。じゃあ、何々を届けるだから、届ける、届けて、2グループの動詞だね。だから、何々を届けて、例えば、両親にクリスマスのプレゼントを届けたら、両親が喜んでくれた。届けたら、届けたら、両親が喜んでくれた。いいですね。を届ける。を届けて、です。がとおがごちゃごちゃになったね。でもそういうふうに思わないで、何々を届ける。まずこれから覚えてみよう。何々を届ける。何々が届く。いっぱい考えるとわからなくなるので、まずベーシックの何々を届ける。何々が届く。届いた。ね。これはこういう流れの時は、例えば私の夫に、会社から通知が届いたになる。届いた人がいれば届ける人がいる。会社は私の夫に通知を届けたになる。こういうふうに言うとわからなく、ちょっと難しいので、ピザが一番覚えやすいと思う。ピザをお願いしますと注文して、ピザ屋さんはピザを届ける。ピザ屋さんはピザを、私がピザ屋さんね。ピザ屋さんはピザを届ける。私は、はーい、ありがとうございます。ピザが届いた。です。これで方向がわかります。誰が誰に何を送ったか。これがわかる。だから、ピザ屋さんは、ピザ屋さん持ってくる。よいしょ。あなたピザ屋さんね。じゃあ、ピザ屋さんは何かピザありますか？ピザ、ちょっと大きいけど。このピザを、ピンポーン。ピザを届けに来ました。私は、はい、ありがとうございます。私は、ピザが届いたですね。この人はピザを届けた。私はピザが届いた。ということで、毎回短いビデオを作って、皆さんに自動詞、他動詞の理解が少しでも簡単になればいいなと思っています。たくさんの説明を聞いていくうちに、なんとなく、あ、そうかとみんなが分かった日が来れば、3回目で分かった人、4回目で分かった人、5回目で分かった人、今までぐちゃぐちゃだったものが少しこう謎が解けてね、あ、分かったとみんなが言ってくれるようになれば、私はそれは一番の喜びです。ということで、また明日、できれば明日、できなければ明後日、この自動詞、他動詞の練習をしていきたいと思います。では皆さんどうもありがとうございました。以上、ゆきこでした。